映画、アニメの DVD、ブルーレイといった円盤コレクターであり、円盤系 YouTuber、みじこでござす。よそろ、新たな円盤が来たということで、まあ、前回の続きですね。今月発売された、吹き替えシネマ2023第3弾、大列車作戦ですね。こちら、一体どのような作品だったのか、映画の内容と感想で、そしてね、円盤の出来についてね、紹介していきます。まあこちらもね、大変素晴らしい作品でしたので、まあ購入予定なかったけど欲しくなったって、言っていただけるように、頑張ってね、紹介したいと思います。で、大列車作戦、日本語吹き替え音声収録 HD リマスター版ブルーレイですね。で、こちらは1964年のアメリカ・フランスの戦争映画になります。まあ、1964年というと、まあ、モスラ対ゴジラで、あと三大怪獣地球最大の決戦、で、あと、007、まあ、007だと、ゴールドフィンガーですね。で、そしてアカデミー賞を取った作品がマイ・フェア・レディとね、まあ、カラー映画が、ね、たくさん出ている年ですが、今作はモノクロ映画になりますね。で、こちら内容は、第二次世界大戦中に、フランスを占領したドイツ軍が、まあ、ピカソや、ね、ゴーギャン、まあ、あとゴッホ、まあ、などなどの、ね、フランスの名だたる絵画、まあ、名画を集めて、ドイツに運び出そうとしていたので、フランス国有の鉄道会社を、ね、レジスタンスがそれを妨害したっていうね、実話に基づいた内容を、大スターのね、バート・オーランカスターを主演に迎えて、で、グランプリやね、あと、フレンチ・コネクション2、で、あと、ローニーなどをね、ジョン・フランケンハイマーが監督した作品になりますね。で、お話ですが、まあ、ドイツ軍がね、パリを占領していた、そんな時ね、もう、絵が大好きな大好きなね、ドイツ軍の大佐が、フランス中の有名な絵をね、一つの美術館に集めて、一般客の、ね、閲覧を禁止にして、もう部下に、美術館見張らせてね、もう完全に、独り占めにしていたんですよね。で、夜な夜なね、美術館に来ては、まあ、戦時中ですが、まあ、夜な夜なね、美術館に来ては一人でね、ワインを片手に美を堪能していたわけですね。まあ、ワイン片手はね、まあ、未熟の妄想ですが。で、ところがね、ドイツ軍の敗戦が濃厚になってきて、もう占領していたパリも返還されることになって、まあ、そうなったらね、もう、この絵たちは自分のものじゃなくなるというところで、まあ、大佐はね、もう、慌てて、もう、血迷ってね、もう、職権乱用で、まあ、大事なことなね、もう一回言います。職権乱用で、まあ本当はね、前線に送らないといけない人員、まあ兵士や機関車たちをね、使って、もう大好きな絵をドイツに運ぼうとね、してたんですよね。で、それを運ぶのが、フランスのね、まあ鉄道会社の、まあ係長の、バート・オーランカスターなんですが、まあ彼はレジスタンスでね、あったんですよね。なので、美術館のね、館長から、あの絵はフランスの宝、もう魂です。もう、あれは絶対にドイツに持って行かれないようにして、くださいとね、頼まれるんですが、でもね、バートランカスターをね、演じる、鉄道員は、もう絵の価値なんてね、もう1ミリもね、分かっていない。まあ、第一ね、そんな逆らうようなね、ことをしたら、まあ、処刑されちゃうんでね、もう、たかが絵でね、もう、自分の命、で、あと、仲間の命、まあ、人の命を、危うくはできんとね、断って、で、ドイツ軍のね、言うままに、機関車で、絵を運ぶのに、協力するんですが、でもね、仕事を任せたベテランの機関士が、自らの命をね、顧みずに、絵を守ろうと、妨害工作を、ねして、処刑されてしまったので、で、あと、さらに、その後、ま、修理し終えて、帰る途中で、ね、連合軍の、ま、
イギリス軍のね、スピットファイアね、攻撃されたのも要因の一つですね。で、その後に、バートランカスターね、心を動かされて、仲間のレジスタンスとともに、絵画をドイツに持っていかれないように、妨害をしていくっていうストーリーになりますね。もう連合軍がね、すぐそこまで、来ているので、ドイツ軍大佐はもう一刻も早くね、ドイツに絵を送りたいと、なっている。で、その一方で、フランスの鉄道員レジスタンスはもう連合軍さえも来てくれればもう大丈夫だと。もう連合軍が来るまでの時間稼ぎをしようとなって、妨害工作をね、計画するんですが、まあここがねとても面白かったですね。まあネタバレなしで、ね、まあネタバレ極力なしで言うと、まあ例えば、まあ例え話ですね。まあミジコがね、まあ秋葉原でフィギュアを買って、で三鷹に行こうって、なって中央線に乗ったらもう JR のね、妨害にあってもうなぜかね JR の妨害にあって、もうミジコ何が何でもね三鷹には送らんって、なって、まあ新宿あたりで、ね、まあ中央線が山手線のね、まあ線路に切り替えられて、で内回りでね、走って、お今中野かーって、ミジコが思っていたら実は品川だったってなって、結局秋葉に戻されるって的なことがね、まあ今作では起こるので、まあ、その鉄道ならではのトリックがね良かったですし、でそして緊張感あるストーリーがねとても面白かったですね。まあどういうトリックを使ってね、騙せたかは、まあ、映画を見てのお楽しみですね。で、あと、本作ね、フランスの国有鉄道の全面協力をね、得て撮影されていて、もう実際の駅、まあ、操車場がね、本当にダイナマイト使ってね、もう吹っ飛ばしていますし、あと、本物の蒸気機関車もね、まあ、ぶつけて、ぶっ壊してますんでね、もう映像がもうめちゃくちゃね、すごいですね。もうCG じゃないもん、モノ本ですからね。で、しかもね、まあその時、カメラもまあ10台くらいね、まあお釈迦になってるらしいんですが、もうマイケル・ベイかよって、いうぐらいね、もうカメラのもう犠牲を厭わないね、もう迫力ある映像も見どころの一つですね。で、あと、絵のためにね、まあ多くの人命が失われた。まあこれを描いたね、もう壮絶なラストもね、で対決シーンもう非常にね、もう胸をね打たれましたね。いや本当素晴らしかったですね。であとちなみに、ね、走行列車ね、まあ機関士が、歩いてきたドイツ兵ね、状況ぶっかけるっていうシーンがあるんですが、まああと走行列車もね、まあ、そうですが。天空城ラピュタで、似たようなシーンありましたよね。宮崎さんもご覧に、なってたんでしょうかね。そして、こちらはね、日本語吹き替えですが、まあ、前回のね、633爆撃隊同様テレ朝の土曜映画劇場版が収録されております。まあ土曜映画劇場ってね、まあ、1時間半のね、まあ、放送時間だったんですが、大列車作戦はもう2時間13分ありますからね。なので、まあ放送された1973年は、11月3日と、ね、10日の2回に分けて、ね、放送されてますね。まあ CM のね、時間もありますので、まあだいたい50分ほどね、カットされてたみたいですね。まあちょっとね確認しましたら50分少なかったですね。でテレビでねカットされた部分は吹き替えは存在しないので、まあ、こちらのね、ブルーレイで、日本語吹き替えで見ると、50分はね、まあ、字幕スタイルに、切り替えますね。もう字幕になったり、もう吹き替えになったり、もうそんなの映画を集中して見れねえじゃねえかよって、思われた方、ご安心ください。なんとね、今回は日本語吹き替えが ある部分だけを、ね切り取って再編集したね、テレビ放送時の編集に近い状態のバージョンで見れる日本語吹き替え完全再生機能が今回のブルーレイでは特典映像でついてました。
これミジコがね、第一弾の、北京の55日からもうつけてくれーと懇願してたやつですね。ついにね、もうミジコの祈りがニューラインさんに届きましたね。かはまあわからないですが、まあ、つけてくれたことはまあとってもね、嬉しいですね。いやもう感謝ですね。もう今後もね、この機能つけてくれると嬉しいですね。で、ちなみに、1970年4月5日、まあ、ちょうどね、今回のブルーレイが発売される53年前の日曜洋画劇場で約2時間半かけてね、放送されていますが、まあ、そちらのバージョンはね、まあ、今回のブルーレイには入っていませんでしたね。まあ、これは残念でしたね。で、その日本語吹き替え完全再生機能に加えて映像特典は予告編と、あと、アンソレーテッドスコアっていうのが、ね、収録されてますね。まあ、アンソレーテッドスコアっていうのは、俳優のセリフや効果音をなくして、音楽だけを映像とともに、楽しめるものになりますね。まあ、それはつまりね、音楽が流れるところ以外は、無音状態に、まあ、なるんですけどもね。で、あと、音声特典で、ジョン・フランケンハイマー監督による音声解説が、収録されてますね。で、そして、こちらも、解説のリフレット付きですね。まあ、こうしてね、びっしりとね、今回も書かれてますが、まあ、映画の途中でね、バート・ランカスターはね、足を打たれて、後半のほとんどは足を引きずって、演技をしているんですが、あれは元のね、シナリオにはなくてね、まあ、バート・ランカスターが休みの日にゴルフをしていた時に膝を捻挫してしまうっていうトラブルがあったんですが、でも撮影が遅れないように打たれたことにしてね、撮影を進めるために、追加した展開だったんですよね。いやー、そんなね、バート・ランカスターをね、俳優魂がいろいろ書かれておりますので、もう作品をね、より楽しめる内容となっておりますということで、吹き替えシネマ2023第3弾大列車作戦の日本語吹き替え音声収録 HD リマスター版ブルーレイの紹介でした。もう興味が湧いてきましたらね、ぜひ購入して見てみてください。で、ちなみにね、今のところ吹き替えシネマ2023の中でミジコのベストワンムービーはこちらの大列車作戦になりますね。いやー、ほんと素晴らしかったですね。で、そして来月第4弾は、OK 牧場の決闘と、戦艦シュペーゴの最後の、こちらの2本がね、発売されますので、こちらも紹介動画ね、作りたいと思っておりますので、お楽しみにということで、動画がね、いいと思っていただけましたら、チャンネル登録で、そしてグッド評価も押していただけるとね、励みになりますんでね、よろしくお願いいたします。ではまた。チャンネル